発信します。今日も晴れて暑くなるらしいです。最高気温が気になります。皆さん気合を入れましょう。そうやってまいりましょう。パイプの収穫なんですが、昨日もありましたけど、まあ病気も見るんですが、肌にですねの増殖を意識しながら収穫していきたいと思います。真ん中半分リスペクタリーでこんなもんです。もうですね B 品 A 品とか特に分けてないです。はい、こちらはハダニの葉っぱですね。で裏見るとですね、ハダニがまあほとんど生きてるんですけど、なんかですねイメージとしては天敵もいるけど、ハダニの増殖力に負けてる、部分的に負けちゃってるっていう部分が多く見受けられますね。このまま放っとくと全部ハダニになっちゃいそうです。やっぱスパイデックスとか何らかの対応を打たないと、スパイカル の捕食だけでは多分追いつかないのかなと実感してますんでね、近々約参加。はい、エムックス君やや増えてフルフルマックスパートタイムになりました。こちらリスペクタリーなんですけど、若干のベトが出てますね。エムックス君はほぼ出てないんですけど、何らかの対応が必要でしょうか。パイプ切り上がり時刻です。本日は無断で懸垂車の SC です。ハウスの様子を覗きに来たらですね、こんなものが落ちてました。何か分かりますかね。はい、プシー、あの自動転送のボックスこれ前々から言われてたんですけど、高温で落ちてくると多分パカッてはまってるだけなんですぐ着くとは思うんですけど、高いところにありますね。今日は袋が2つできました。こっちは昨日の分です。出荷場向かってます。早いですが出荷場に持ってきたんですが、こちらいつもの伝票差し、伝票差しなんですけど、これ9日今日の分ですね。でこれなんか最初7日の分のコンテナ1っていう伝票が刺さりっぱなしなんですよね。ちょっとこれ気になりますね。どうしちゃったんでしょうか。よし、貨物化除草に行きます。除草前のパクファー。貨物化除草開始時刻はこちらです。除草作業以前にですね、このなんていう植物ですかね、これ一回こっちぶん投げないとダメですね。これはすごいですよね。あの隙間とかに入ってっちゃうんですよみたいな。なんだこれ。 TH280 遺跡なんですけど、レッドなんですよね、青じゃない。はい、これは塗り直したんでしょうかね、わかりません。ドゥルルルプシー2号です。現在10時ですね。除草作業無事に終了しましたんで、はい、本日も頑張ってまいりましょう。水飲んでませんのでかなり脱水症状やばいですね。はい、こちらかっこいいですね。おいくらなんでしょうか。はい、まあ買えないし乗れないですけど、はい、最初はピューピューじゃんけんグー、またいいなこれ。まあこれでも肉っていうのかな。除草終了時刻です。元気してたかい、ふいちゃん。元気してたかい。丸屋根、ね、到着しました。少し早いんですが来てみました。こちらの丸屋根ハウスはですね、一応8月から来月ですね借りるということで一応決まりましたんで、はい、バンバンにですね準備を進めていきたいと思います。でも今は暑いんで無理です。ピューちゃん、けさ取りキュウリだよ。けさ取り、これはけさ取りだよ。ピューさん、おいしいかい。おいしいかい。はい、はい、どうだい、おいしいかい。はい、やっぱり歯切れが違うよね、けさ取りはね。追いついたら、ああ、いっぱいいっちゃった、いっぱいいっちゃったね。ぴよ、ぴよ、ぴよ、ちょいで、ぴよ、こっちだ、こっち、ぴよ。はい、はい、早いね。もうほんのくなっちゃった、もうほんのくなっちゃった、ぴよちゃん。ほい、ぴよちゃん。